こんにちは。ヴィンテージコンピューターチャンネル、今回は第29回になります。このヴィンテージコンピューターチャンネルね、バラシとか、アップグレードネタが結構多かったんですけれども、最近ちょっとね、遠ざかってましたんで、今回は久々にバラシアップグレードネタをやりたいと思います。OS10 ヨセミテがアップグレードがねリリースされまして、もうすでにアップグレードされた方もたくさんいらっしゃると思いますけれども、私もね、そろそろやろうかなと思ってね、ふと見ましたらね、なんと、SSD の残り容量がねわずかに 5GB しかないというね、悲惨な状況になってまして、ちょっとこれだとね、ヨセミテのダウンロードにも足りないというね、そういう状況でしたんで、まあそれでもね、こんだけ、もともと 500GB のハード、SSD なんですけれども、まあそれでもこれが結構高速に動いてたっていうのはねすごいと思うんですけども、まあそれでね、いらないものをまずパパッとね、捨てたんですけども、それでもね 15GB ぐらいの残りしかないんで、まあこれだとねもうすぐに足りなくなっちゃうんで、ヨセミテのアップグレードとそれから、SSD の容量アップ、これをね、もう同時にやっちゃおうということに しました。今回はそのレポートをしたいと思います。はい、OS10 10.10 ヨセミテの方はですね、まあフリーということで、アップストアからね、ダウンロードできますけれどもね、まあチップスとしてはね、もうダウンロードしてそのまま一気にね、ヨセミテにインストールというふうに進んでもいいんですけれども、そうしちゃうとですね、このインストーラーのファイルはですね、ヨセミテになった後にきれいさっぱり消えちゃいます。そしてね、ヨセミテになった後はもうダウンロードもできないという形になっちゃいますので、一度ね、ダウンロードした後、外付けハードディスクとかね、あるいは USB メモリーとか、まあそういったものにね、バックアップしとくと、後々ね、いろいろ便利じゃないかと思います。はい。それではね、まあ、SSD を増量して、そして、ヨセミテをインストールすると。いう時にね、まあいくつかのやり方があると思うんですけども、まあ、私の取る方法はですね、まず SSD を乾燥すると、そしてそこに、外したドライブから、10.9 マーベリクスを起動して、そこから、新しい SSD にクリーンインストールすると、その後データをね、新しい SSD の方に移行するというやり方でいきたいと思います。はい、今回アップグレードするマシンは私のメインマシンである MacBook Pro 15インチ RE2011 モデルです。512GB の SSD が入っていますけれども、交換するのはですね、こちら、クルーシャル M550 1TB ですね。そして、交換の時にはもちろんニューアーテックのドライバーセット、まあ、これがね、分解のお供ですね。はい、では早速裏蓋を外していきます。こちらね、MacBook Pro の場合は、他のね Air とか Retina とかと違ってね、プラスの、ネジですんで、これは比較的ね簡単というか、割と普通の工具で、分解が可能です。はい、ネジが10本外れましたんで、裏蓋をこうやってカパッとね、外します。はい、そうするとね、ここに SSD がありますんで、これをね、外していきます。こちらもね、プラスドライバーですんで、取り外しは簡単ですね。はい、もうこれでね、もう外れちゃったわけですけれども、ここケーブルがつながってますんでね、いきなりビッとね、取っちゃうとケーブルを切ったりすることになりますので、ここはね
打ち付いて、取り外しをしましょう。はい、これで完全に SSD が外れました。はい、あとね、こちらにね、マウント用のネジが4本ついてますんで、これをね、T6 の、ドライバーで、外していきます。はい、非常に簡単です。はい、もうこれで元の SSD はね、完全に SSD 単体となりました。はい、交換用の SSD クルーシャル M550 です。1TB のね、容量、ちょっと字が小さくて見えないかと思いますけれどもね、1TB、はい、ということで、元のドライブと同じようにね、マウント用のネジを、つけていきます。はい、簡単ですね。あとは、ケーブルをポッと差し込んで、こちら側のゴムね、マウントに差し込んで、こちらの押さえを取り付けると、非常に簡単ですよね。プラスに変えないといけないですね。はい、はい、というわけで、SSD もきちんと、つきましたんで、あとは元通りにね、裏蓋をはめます。はい、あとね、このネジ10本つければ、取り付けは完了です。はい、というわけでね、こちらの MacBook Pro にはまだ初期化もしてないね、1TB の SSD が入ってますので、当然ここからは起動できません。ということで、こちらのね、ドックの方に、FireWire 接続で、元の SSD を接続しております。それでね、オプション起動でオプションを押しながら起動すると、こういうね、起動ディスクを選ぶ画面になりますんで、こちらのね、ハードディスク SSD を選びます。まあ、そうするとね、まるで何事もなかったかのように、元のね、SSD と、元あったドライブそのままの形でね、起動するということになります。はい、というわけでね、今まで中に入ってた、そして外付けでつないでいる SSD から、起動しました。それでね、初期化もしてないドライブが中に入ってるんで、初期化しますかというのに来ますんでね、まずは初期化します。はい、これでね、1.02TB クルーシャル、となってますので、ね、スタンダードなハッキントッシュ HD という名前にしておきましょう。それで、消去。はい、ここにね、新しい SSD が、マウントされました。
はい、そしてね、元の SSD にはすで、にね、ダウンロード済みの、はい、ここね、分かりやすいようにちょっと拡大してますけれども、ヨセミテ OS10 ヨセミテインストールというのがね、出てますんで、こちらをね、ここでダウンロードしちゃいます。同意しちゃいます。同意します。はい、そしてね、これ内蔵ディスクじゃなかった、あの外付けしてる方のディスクなので、すべてのディスクを表示と、こちらはね、もうお役御免のドライブですんで、新しく出たこちらの方にクリーンにインストールするという形でいきたいと思います。はい、というわけで、インストールが、開始されました。はい、インストールが、完了してですね、そして、設定ウィンドウが出てくるとですね、このマップに情報転送というところがありますので、これをね、Mac、バックアップまたは起動ディスクから、転送するというのを、選びます。そうするとね、その元の、元内蔵していた SSD、 今外付けになっている SSD、 これが出てきますのでね、これから、情報を転送という形にしていきますと、もうあとはね、待ってるだけで元通りに、情報が転送されて、されますのでね、非常に、簡単ですね。はい、あとは待つだけです。はい、というわけでね、今回は、SSD の感想、そして、ヨセミテへのアップグレードとね、一気に、やってしまいました。まあね、これタイミングにもよるんですけど、こうやってね、こういうタイミングで、内蔵ドライブをね、感想するというのも、ちょうどいい、タイミングじゃないかと思います。またね、SSD の感想、本当にね、あっけないほど簡単だというふうにね、見ていて、思われたんじゃないかと思いますけれども、ぜひね、これまでやったことのない方も、ぜひご自身でチャレンジしてみてください。それでは来週まで、さようなら。